始まりました。マイシュポンテでーす。本日最終回。最終回なんかこれは果たして、まあ、一応この2人でちゃんと映像をこう撮るの、まあ、一旦なんかあのズームみたいな感じで、はい、そうです、ズームみたいな感じでやる、画面収録してやるみたいなパターンが出てくるか、はい、そうです。あ、まあ、それもそれでおもろいな、はい、まあ見てもらって分かる通りもう家ではありません。はい、あの我らがモンテハウス、別名、正式名称ニューロータス302号室ニューロータス302号室は、はい、本日3月31日をもって、まあ、撮影日は3月31日なので、はい、思ってあの退去してきました。はい、引き渡しました。はい、大個人情報どうするんですか、まあ、そこに住んでましたと。もうおらへんからな、はい、これ言っても大丈夫、はい、聖地巡礼ということで、はい、誰かあのその後契約されたい方はぜひ入ってくださいということで、まあ今日で、まあ、別々の、はい、まあ、チームはまだ発表されてないか、発表されてないですね。そっか、なんで、おのおのの地方に飛んでいきますと、はい、ということで、なんでこんなところにおるかというと、さっきまでイベント、はいはい、楽しかったね、やっぱ最後、はい、F2 の、まあ、F2 としての最後の仕事を全うしてきまして、はいはい、ということで、疲れてます懐かしのコーチアリーナ、コーチアリーナ、僕らの撮影場で撮影場で最後、まさか、はい締めました。で、一緒にやってたメンバーがアツキとハルヒっていう、このポンテポンテ、準レギュラー、準々レギュラーのこのワンツーがいましたと。お世話になりました。前半お世話になったハルヒと、後半お世話になったアツキと、はい、大量にお世話になりました。ありがとうございます、本当に。あなたたちのおかげで撮影ができました。本当にありがとうございます。まあ、今後の話はね、追ってにはなるんか。はい、もうだから、取れへんもんな、ここでチーム発表できひんから個人でどこどこ行きますっていう動画を寂しく撮らなかった。そうです、ちょっと悲しいな、ちょっと悲しくなってきますけど、もうだから隣でこうやって撮んのも当分ない、当分ないか、よし、よし言うてる、えぐっ、Y 型の隣で撮らんでいいのによし言うてるよ。だって圧力やっぱりずっと感じてましたよ、僕俺は涙涙やね、関西人のやっぱこの遠く感に負けられないっていうこの圧力を常に感じてましたけど、でもあのズームでもしやるってなったらあれやね、あのサボってんのバレる、俺の話聞いてない顔がすぐバレる、ああみたいな感じだ、宮原母ちゃんにバレるって言われるんですよ。まあどうやって毎週ポンテを続けるのか、はい、まあそれについてはまあ今後ちょっと試行錯誤しながらにはなるとは思うんですけど、まあ何回も言ってますがポンテとしての活動はまあ続けていくので永久不滅です我がポンテ軍は永久に不滅です。しげおいらね、しげお、しげおやか、長島です、ミスターです。しげおさんの話はいいよ、もうだからそれはっていうことなので、今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、特にその最後やからって言って長々と思い出を喋ることではないんかなと思ってますけど、うん、思い出っていうのは結構いろいろ喋ってきたから。そうだよね、うん、確かに。であの家で最後撮ってたら、うん、あのここの家での思い出みたいな語っていってもいいかなと思ったけど、まあニューロータス302号室はニューロータス302号室はもうあの引き払って、しかも、はい、なんていう、最後さ思った倍、3倍ぐらい引っ越し難しかったよ。一応これね、退去する前日に撮ろうっていう話はしたんですけど、はい、なんせね無理、激動すぎ長引きすぎて、やること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 みたいないっぱいありすぎて、うん、無理だ無理、あ、今日は無理、無理だ、やめようって気絶してたの今よくなんか15分以内に睡眠寝るような体勢から15分以内に寝たら気絶っていうらしいんだけど俺多分ここ1週間ぐらい2分で寝てた。いや激動だったね、この1週間っていう感じなんで、まあいろいろやることはなんとかギリギリ終えまして、はい、無事お互い出れたと、はい、こっからです、はい、こっから勝負ですね、はい、勝負、まあ、こう一旦距離を置いてからが多分勝負になってくると思うので、はい、個人個人頑張って動画の数字も持たなダメですし、そうですね、なんかミヤだけ伸びて俺だけ滑るみたいな一番恥ずかしい、気持ち悪いですからね本当に。だからまああとは各地チームで結果を残すっていうところが、はい、まあ仕事には念に置きながら2人の活動もあってっていうところで、まあずっと言ってますがまずは選手ファーストなので、はい、そこはおろそかにせず、はい、まあ、しっかり選手としてやってるって意味を持ちながらで、まあ活動、SNS 活動っていうのをサボると、そこはもう、なんて発信してないっていうところと一緒になると思うんで、そこの発信も怠らず、F リーグを盛り上げるっていうところを、はい、継続して、今後とも活動をしていきたいと思ってます。
まああれですね、遠距離恋愛みたいなもんですけど続かへタイプ、まあまあ、絶対続かへタイプ、いやいやそんなことないですよ、無理や、ちゃんとね、愛と愛を思いを持って接していればまあまあ、ないや恋愛はね、しっかり愛と勇気持ってないやん、友達、愛と勇気だけは友達じゃないやつだろ一応名前は勇気なんで持ってますよ、うまいこと読んでええねん、勇也って書いて勇気やからもうほぼ勇也、覚えとってくださいね皆さんお前その漫才のつかみ漫才のつかみみたいな入り方するのということで、はい、まあ今後の話はおいおい持って説明するということで、普段はあの三脚持って長々と喋ってますが、はい、今回人間アツキが撮ってくれてるんでセルフカメラマン、そろそろ腕の限界で最後もうマジ無理するみたいになる可能性があるんで、はい、まあ、早めにちょっと今回終わらせていただこうと思います。これからもポンテのことよろしくお願いします。よろしく。ここで噛む、これ、ノーカット編集ないやん。ああ、もう最後の最後に、もう締め悪いわ、お願いします。毎週ポンテで編集ありませんからね、そこのまま垂れ流しですが、はい、まあ、今後ともポンテのこと、ポンテ二人のことよろしくお願いします。よろしくお願いしますということで、ありがとうございました。またお元気で。